はい、こんにちは。ブラックスカートチームデスマッチやってきます。で、今日使う武器は、MK14 のモッド1。なんかマークスマンライフルなのかな？弾数20発。まあ、威力高い。スナイパーライフルほどじゃないけどね。遠距離狙えるみたいな。あれかな？スカーのヘビーみたいなね、感じの銃ですね。このサイドレールマウントにつけたハンドガン用のレッドサイトっぽい。を見て、敵を 撃とうとしたけど当たらない。屈伸運動するやつに当てられないっていうね。さあ、威力高いはずだ。これは、さすがにヘッドショット一発かな。これ覗かないで撃ったらどうなの？当たんないね。当たんないのかな。多分一発目ぐらいはまっすぐ飛んでくと思うんで。ははは。ちょっとね、使い慣れてないんで、だいぶクソな感じになってくるんだけど、しょうがないっす。はい、あ、いいね、今の。今のいいっすね。確実に頭を捉えていた。タップ値かな、この銃は。はい。まあ、フロートでね、無理やり、リコイル制御していけば、なんとか戦えないこともない。はい、頭打って。ちょっとね、ゆっくり、まったり、頭狙ってたら、後ろから撃たれちゃいました。はい、頭。はい、頭。まあ、悪くないね。いいんじゃないか、これ。お、やられた。あ、焦ると全然ダメだね。屈伸運動しながら撃ってる人って、あれだな。エイム定まんのかな、あんな、こうやり方。確かに回避はしやすいと思うけど、自分もすごい撃ちづらそう。あー、左。もう見てらんないね、左なんて。さあ、行くぞ。ヘッドショット狙うぞ。いや、めっちゃ展開してるな。もう気にせずこれ突っ込んだ方がいいかな。この辺の相手にする、ガンガン前進んでって。危ねえ。あー、つかライフ9だよ。もう、これは突っ込めないかな。さあ、横から。待って、頭当てるが、やられてしまう。さあ、そしてこの銃は使いやすいのか、どうか。おー、びっくりした。いや、マークスマンライフルね、そんなに、スカー H ですらあんま使ったことないからよくわかんないんだよな。なんか、まあ、でもスコープ覗けんのいいよね。レインボーシックスみたいな感じで。倍率わかんないけど、何倍なんすか、これ。後ろから撃たれた。はい、頭。こういうの強いよね。こういうのはもうあれだよね。なんか、あれかな？ AK みたいな感じで戦えばいいのかな？はい、撃つけど当たらない。つか、味方、やられすぎじゃね？さすがに。うわ、弱。ダメだな。この距離はもう覗いちゃいけないね。おっと？びっくりした。まだまだいるね。はい。タップしていく。タップ知事にやられていく。負けてる。まあ、あー、嘘でしょ。SR か。SR47 か。こうやってね、タップでちょいちょいと打っていくのは強いんですか。あ、これダメだね。これダメだ。ダメなパターンだ。今の仕方。おー、強い。見た、これ。強いわ、やっぱり。威力やっぱ高いね。本当にタップ中。まあ、ハンドガンだと思ったらいいよ、俺。ハンドガンで。デザートイーグル。いっぱい撃てる。いっぱい撃てるデザートイーグルみたいなね。そんな感じでやっていきましょう。攻められてるなぁ。さあ、中入って、爆弾出てくるけど気にせず、リロードして、もう一回中入って、出てきたところ。さあ、来い。はい、頭打ってく。負けていく。あれな、反動が戻ってないうちに打ち始めちゃったから。はい、これね。これ強いね。マジでこれ強いから。ほら、もう一人でしょ？はい、頭になってねえし。さあ、来い。頭、あー、ダメだ。まあまあ、やれないことはないね、この銃でも。あー、ダメだ。くー、見えてるよ。
武器。武器見てるけどやられる。あ、後ろか。ボコボコにやられてますね。はい、頭抜いてく。うわー、やばい。くそ。弾なくなった。20発なんだよな。そんなにバカバカ撃ってたらダメだな。やっぱ確実に頭を狙っていきたいっすね。おっと、今のはエイムがひどかったぞ。勝てる。今のは勝てた。サボム飛んできた。上を見て。はい、頭。はい、頭。あ、これやばい。あ、ジャンプして意味あんのか。いてぇ。ショットガンズで。あ、なんか面白いね、この銃も。こういうなんかちょっと違う感じが。なんか AK よりまだこっちの方がいいわ。何してんの、この人たち。ずっと隠れて。あー、くっそ。いや、難しいね。なんか、これ、この銃はね、難しいですね。無駄打ちできないね。当たんないし。当たってるのかな、今。肩かな。まあ、裏取りとかしてもいいのかな、これ。おー、びっくりした。あー、こうなっちゃうんだよね。あんまこんな辺でうろうろすると。さっさと、こういう風になったらね、まずやることは一つでね、真ん中は無理かな。この、こっち側のルートが、左側のルートで、もう速攻敵を倒して、裏を取るっていう感じだね。この辺でやっててもね、四方八方から、車線通ってるんでね、もうなんもいいことないっす。さっさと左か右か通ってね、相手の、裏で、稼いで、戻ってくるときに、こっち見てるやつをね、一斉に掃除するみたいな、そんな風にやると一気に。覆せるんですけどね。まあ、真ん中取ってもいいよね。真ん中取って階段登って速攻戻ってくるみたいな。で、階段の上のやつを排除しつつ、左右の敵も上から撃つみたいなね。そういう方法も結構いいんですよ。このマップは。さあ、もうやばい。もう、負け確になってきた。やられるまでに何人にやれるか。いたー！いた、相手がしゃがんだから、ヘッドショットした。はい、もう一人、二人。いいね。あ、終わっちゃった。150対129。結構ボコボコにされたね。てな感じで、MK14、モッド1、使ってみました。あ、MK14 ってソーコム？まあいいや。さ、もう一回ぐらいちょっと使おうかな。